はいこんにちは速化塾の久保ですこの1億円シリーズも今回で第6話になりましたけどもじゃあ1億円を稼ぐためにね商品をたくさん作ってたくさん売ったのかっていうとまあ実はねそうとも限らないんですよ。うん。あの人に、あのー、目の前の人からお金もらわなくてもお金が増えるっていう現象が世の中にありまして、えー、ある程度お金ができたらねそっちに入れた方がものすごく楽なんですよね。なぜなら商品を作ってセールスをするっていうのもかなりの労力ですよ。 そして売れない可能性もありますし売れたら売れたりでサポートがついてもありますんで結局ねその一発30万とか40万で例えば売ったとしてもそのサポートとか責任が数年間続くとしたらあんまりコストパフォーマンス良くないんですよね。まあ、そうなってくると何の後腐れもなくってただ増えるだけっていう、まあ、投資に似たような形のものなんですねそういう風にやったら何の責任もないですしある程度のお金があったらそれがただ増えていくだけなんでね 何の商品もいらないし何のセールスも勧誘もいらなくなるんですよすごく楽になりますよね逆に言うとずっとビジネスをしなければならないってことはずっとビジネスに拘束されてるわけですから自由な時間っていうのがなかなか持てないんですよ、うん、だからね自由な時間に見えて自由ではない時間なんですよねやっぱ表現としてはいろいろあると思いますけども本当にね毎日自由に暮らしていて商品が売れるっていう環境だけども自由な中に商品を売らなければならない環境がずっとついて回るってことでもあると思うんですよ で私の場合は、本当にこう、売上げってのが全く立たなくても、入金だけはずっとあるって形ですから、本当売上げとかあんまり気にならないんですよね。もちろん売上げが上がったらそれはそれであの、ありがたいことだなと思いますんで、えー、商品が売れればいいなと思いますけども、私が持っている商品っていうのは今、即価塾だけなんで、ね、しかも年に1回しか成立しませんし、頭金だけであとはいいよって感じなんで、うん、そんなにね、インパクトはないんですよね。結果的に入金をたくさんしてくれる方が、即価塾の場合は多いんですけども、うん、本当にそれはね、あのー、皆さんが、 価格をつけけるるセンスがあるななと私は思うだけなんですよ何でもかんでも安く買いたけばいいっていう風な人はなかなかそっか塾には来なくってあの自分の恩とか感謝を金額であわらしたいっていう人がね多くって、まあ、私のメッセージがすごく届いてるなっていうことと、まあ、私のメッセージが届いてるって偉そうなんですけどもこれはもともとかすごくねうんクリーンな方とかセンスのある方とか。 あインチキには1円もお金払いたくないけども誠実には誠実で返したいっていうふうなそういう方が集まってるんではないかと思うんですよ、まあ、そういう方に囲まれていると人生もすごくね豊かになってきますし、まあ、1億円っていうのもねいもういつか忘れてしまう感じですよねもう毎月の入金額と本当忘れてしまうんで、えーまあ、お金に取られないような人生が歩めるんではないかなと思ってくるんですよ、まあ、まだまだ私も小物なんでですねあのいくらでもお金があるとかねお金の心配がないよっていうことではないんですけども私がお金の心配が ないいいううっていうのは一問な,な,、ね、な,な,なしになったとしても私はホームレスも、ね、やってますし借金もね何千万か抱えたことがあるんでどうってことないなっていうのね腹が据わるんですよねまあ今回はねそんな感じで1億円シリーズ第4話5話6話っていうのを締めてみましたまた次回からね直接お金をどういうふうに扱っていくかっていうふうなギラギラシリーズをね再開していこうかと思いますよろしくお願いします